今日はね、こちら因縁の対決トムとジェリーやりたいと思います。あら、ペちゃんも来た。はい、ということでこちらね。おお、マロンがすぐ来ちゃった。はい、僕もね、あのトムとジェリー大好きで、まあ、LINE のねスタンプとか持ってるんですけれども、お、早速戦い出した、トムはあれですね、ロシアンブルーって言って、まあ、そういう品種なんですけど、まあ、この子たちはアメリカンからノルウェージャーなんで、まあ、トムではないんですけど、厳格に再現はできないんですけども、このおもちゃを見つけて、あ、これはもう戦わしたろと思ってね、戦ってもらいたいと思います。さあどうなるのか。それではもうこの子たちの圧力がすごい、早くぶっ倒してやろうみたいなね。ジェリー設置。やべえ、これはやべえ、やられる、一瞬でやられるような気がする。ジェリーが一瞬でやられる、瞬殺や。チャチャが、うちのボスがやりに来た。うちのボスが、侵入者は許さねえ、ネズミは許さねえ、絶対にね。こうマロン君よりも先に、マロン君心強いね。マロン君は遠くで見守るか。チャチャが討伐に入ります。さあこの戦いどうなってしまうのか。ジェリーに、動く気配はありません。太刀打ちできませんね。おお、因縁の対決。さあ噛んで持っていくか。おお、すごい迫力満点の戦い。てかあれだよね、トムとジェリーでなんかこういうシーンないよね。おお、すごい。もう自分の捕獲したものだから誰にも出さないみたいな。おっと、マロン君が加えました。足を加えて持っていった。まあ最初仕留めたからね、チャチャが。あとは、まあ、任せるよみたいな。もうなすすべがありません。うちにじゃあこう仮にねネズミが現れたら、もうこういうことですからね。もうなすすべなく終わっています。ジェリー逃げろ。もうね、ダメですね、本当に。うん、分かった。うちにこうネズミが来たらもう、いや、もうやられるね、間違いなく。ほら、これだよ、もう。うわ、もう太刀打ちできねえわ。ああ、チャチャもチャチャがすごい。別にこれ混ぜたびとか入ってないんだけどな。チャチャもすごいチャチャの方がすごいな。さすがこのこのお家の主っていうか、まあ、ボスっていうか、この家をねこう守るぞっていう意識の高さが現れておりますね。おお、飛んでジャンプして上に上げて下に叩きつけの、あなたは格闘家ですか。うちの猫たちの圧勝でございました。立つか、最後よし。あ、立ったぞ。さあどうなる。ああ、